今日はですね、ブログ写真の撮り方というのを、ちょっとご紹介したいなと思います。ある方からですね、僕のブログの写真制作工程の写真が分かりやすくて見やすいというご意見いただきまして、その撮り方を教えてほしいと、記事にしてほしい、動画にしてほしいというリクエストをいただきましてね、それも面白いなと思いまして、今回この動画を作ってみることにしました。カメラを使って技術的にどう撮るのかっていうことと、何を撮るのかで、その先にはその後のパソコンによる画像処理があると思うんですね。ブログに載せるまでのそこにも多分それはつながってくる話なので、その2つの話をね、大きく、細かく言うと3つに分かれると思うんですけれども、その話をしたいと思います。今回するお話というのは、完成品を撮る写真のお話ではありません。完成品を撮る、写真の撮り方っていうのはですね、例えば僕この本はすごくおすすめなんですけど、本当に簡単な機材っていうかね、ほとんど三脚なんかもほとんど使わない簡単なカメラでも、大変綺麗に撮れますよという、こんな時計まで撮れますよっていう話が載ってる、本です。こちらは非常におすすめです。もう見て目から鱗とはこのことなんですけれども、ただこれはですね、出来上がったものを腰を据えてちゃんと撮るということになると思います。今回お話しする話はそうじゃありません。作ってる最中にポンポン撮っていく、ブログにアップする、制作機をアップするためのお手軽な、写真の撮り方ということをお話ししたいと思います。でですね、じゃあカメラの話をまずしたいと思います。ちょっと3つカメラを用意しました。一眼レフからちょっとハイエンドなコンパクトデジタル、それからもっとローエンドな、コンパクトデジタルですね。この2つともかなり古い機種です。もうおよそ10年になるかと思うんですけれども、かなり古いんですね。古くたってもね、うまく撮ればきっと撮れるはずですんで、普段使ってるのはこれなんですけれども、これじゃなくてよりローエンドな、より古いんじゃないかというモデルでね、頑張って撮りたいと思います。